今日のゲストはわわわわ何をするのかな、なななな、あなたの知らないルルルル、私も知らないラララララ、誰も知らない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 、知りたい、はいはいはい、こんにちは、今日のブランクラス放送室は4月の13日の、土曜日、僕がやっているサクサクの、12回目のゲストの西山裕貴さんのブランクラス放送室です。で、今ちょっと西山さんいないですけど、僕がちょっと西山さんについておしゃべりしようかなと思います。まあ、まずは西山さんについてというよりかは、イベントの基本的な情報を言うと、まあ、基本的というか、あ、そうだな、西山さんのことでいいか。西山さんは、ダンサーで、で、ちょっとそれ以外のことは僕はあんまりよく知らないんですけど、今年の2月にですね、どこだっけ、新宿四ツ谷にある坂井駅っていう場所で、西山さんと僕とあとタップダンスをやっている米沢一平くんっていう人の3人で、まあ、イベントやったんですけど、それをきっかけで西山さんと出会って、でその時3人で一緒の作品作ったんですけど、今回は、まあ、ソロで西山さんに何かやってくださいっていう風に僕が、お願いして、西山さんに何かやってもらうことになりました。で、まあ、お願いする時に西山さんダンサーなんですけど、別にダンスじゃなくても何でもいいですよみたいな風に言ったら、なんかそれが結構嬉しかったらしくて、まあ、ダンス以外のことももちろん、彼女が興味関心があることがあるみたいで、で一つちょっと今日西山さんから預かってるんですけど、これは筆です。なんか書道が得意なのか好きなのか分かんないけど、書道をやってるらしくて、書道をちょっとイベントで使おうかなみたいなこと言ってて、これ西山さんがこの間買ってきた新しい筆みたいなんですけど、ちょっと今回の DM も書道やってるみたいな体で書いてみました。で、これあのレモンサワーなんですけど、なんか西山さんレモンサワーが大好きらしくて、レモンサワーで書道をやってるみたいな感じです、これは。で、なんかあと、ドキュメンタリーが好きとか、あと絵描くのも結構好きらしくて、まあ、だから、まあ、ダンスを始める、まあ、結構ダンス歴が長いらしいんですけど、そのダンスを始める以前の西山さんのこう元々あった表現欲求の、まあ、こう根本的な表現欲求みたいなことから、今回ちょっとイベントを考えてくれているみたいで、なんかそういうダンサーだけど、まあ、もちろん多分ダンスの要素も入ってくると思うんですけど、ダンス以外の要素もいろいろ見れるようなイベントになるのかなと今のところ勝手にですけど
と思っています。他のその人たち回収しようとしてる人たちが持ってる、そうですね、西山さん個人のことはねほとんどは何も知らなくて、それでお金払って返して、本当にここに書いたことが僕の知っている西山さんの全てなんですけど、今のところの書道とレモンサワー好きっていう、あとドキュメンタリー好きっていうことがちょっと今のところの僕の西山さんのこうもうイメージの、ほんま西山さんのイメージです、完全に西山さんの、僕が知ってる西山さんのイメージですね、これは。多分とはいえ、まあ、本職というか一番得意にしてるのは多分ダンスだと思うんで、まあ、もちろんダンス、まあ、ダンスのイベントだと思って来るのが一番無難かなとは思います。でもなんか西山さんってあのいわゆるダンスカンパニーに所属してて、でこうまあそのカンパニーで西山さんが踊るっていうのと、あとはこう、まあ、個人西山優輝、まあ、ダンサーとしての西山優輝みたいなこととしてこう仕事を受ける時とで、まあ、やっぱりいろいろモチベーションとか、あこういうことやろうとかいろいろ違うらしいんだけど、なんか今回はダンス、まあ、一応ダンサーだけど、まあ、結構一人のアーティストみたいな感じで、なんか何でも好きなことをやっていいですよみたいな風にお願いしてるんで、まあ、ちょっとダンス以外の西山さんの側面も、まあ、見れるかなと、ちょっとそこが一番僕は楽しみにしているところでもあります。じゃあ4月の13日の土曜日の、会場が19時で開演が19時半、で入場料が1000円でプラス投げ銭です。ちょ投げ銭は僕のイベントでは初めての試みなので、そのちょっと楽しみです。じゃあそんな感じです。